皆さん、こんにちは。根本整体の根本です。今回の動画では、1月にですね、根本整体の方で、今、LINE 公式アカウントの方がありますけど、この LINE の方からですね、自動で予約できるシステムを導入して、いろんな新しいサービスも行っていきますので、今日はそのご紹介になります。この LINE のですね、自動システム、ちょっと動画で見ていただいた方が早いので、ちょっと皆さんにお見せしますが、予約がですね、予約表というのがこう出てきて、そこでお客様が整体とかパーソナルトレーニングというのを選んでいただいてですね、時間とかコースを選んでいただくと、自動で予約が取れるというシステムです。で、このシステム、私の方がですね、まず自分でこれから研修を受けて、システムの方に慣れていかなきゃいけないんですけど、このシステムがですね、使いこなせれば、例えば、予約の変更とかですね、キャンセルとか、そういったのもお客様の方で24時間対応していただけますし、あとですね、面白いなと思うのは、オンラインのカウンセリングとかですね、オンラインのパーソナルトレーニングというのもこのシステムでできます。予約いただいて、すぐにですね、Zoom のリンクがお客様の方に飛んでいったりとかですね、そういったこともできるようなので、実際にそれを私が対応できるかというのは、これから研修を受けて対応していきますが、いろんなですね、機能ができるので、根本整体のサービスも新しくですね、変わっていくと思います。で、まずちょっと管理画面のですね、皆さんの方のですね、携帯の方がどういう画面なのかっていうのをですね、デモをちょっとお見せしたいと思います。これは弊社の方のまだ画面ではないのですが、デモ画面の方をちょっとご覧ください。こういった感じでですね、予約表の方が出るようです。そしてコースを選んで、これを予約するとすると、こういった形でですね、すぐに予約がお互いに確認できるようになりますね。LINE の画面からこういった形で見てですね、予約の方が空いてる時間で取れるということですね。お客様のメリットとしても、電話とかですね、めんどくさいとか、電話代がかかるとか、そういったこともないですし、私と今まで LINE のやり取りをして予約されていたお客様も、ちょっと遅い時間だから LINE しづらいなとか、変更しづらいなとか、そういったところもですね、ちょっと当日の変更というのはお電話になるかもしれませんが、それまでですね、ちょっと設定の日付の前まではですね、お客様の方で予約変更とかですね、コースを選んだりとか、そういったこともできます。このシステムもっといろんなことが実はできて、私の方でまあ本当にそれもちょっとテストしながらやっていきたいんですけど、電子カルテとかですね、いろんな先ほどのオンラインのサービスの展開もできるので、こちらの方ですね、なんとか使いこなして皆さんにお喜びいただければなと思っています。今日はですね、 LINE の自動予約システム、これからですね、デジタル化が進んでいくので、根本整体もこういった新しいですね、サービスの方もどんどん導入していきますので、ぜひご期待いただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。